天野太郎は、日本の建築家。フランク・ロイド・ライトに学び、工学院大学、東京芸術大学で教弁を取りながら、吉原忠、し、武藤明らと設計活動を行った。1918年広島県呉市生まれ、第一早稲田高等学院を経て1942年、早稲田大学理工学部建築学科入学。在学中、合図81に指示し、 大竹十一、小堀田区に、遠藤製からと信仰を持つ。卒業後に、鹿島建設設計部に入社し、目白が、岡協会の設計のため、遠藤新建築創作所に、樋口清吉原忠志らと出向する。遠藤新の訓導を受け、1952年に、遠藤の師であるライトの下に留学する。その他に、鹿島建設にもんでいた、吉田哲夫の影響も受ける。 1955年には工学院大学建築学科助教授となり、教育の片原吉原生、武藤明と共に設計活動を始める。1962年に吉田58が退官した東京芸術大学に招聘され、教弁を取りながらキャンパス計画を指揮する。1966年にパーキンソン病が発症し、1980年頃には、 入退院を繰り返すことになり、1990年に心不全を伴い死去。音羽の家や新花屋敷ゴルフクラブに代表されるような初期の作品にはライトの影響が見られるが、武蔵嵐山カントリークラブの頃にはアルバアールとの影響が読み取れるながらも、模倣には終わらないアマのらしさを感じさせるヒューマンで伸びやかな建築を創作している。後期の作品では、 東京芸術大学のキャンパス計画に見られるような周辺の環境に呼応した空間を持つモダニズムのデザインにまで発展している。日本の伝統的な建築空間を評価して生活や社会に即した建築が建てられる環境とどうあるべきかを考察し戦後のモダニズムを消化させようと努めた。また、天野研究室や天野吉原設計事務所から多くの建築家を輩出し、 教育者としての側面も持っていた、小島洋子、ありがとうございます。